はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。い4月の声優対戦イベント企画会議。というわけでやってまいりました、4月の2019年4月の声優対戦イベントについての企画会議的な動画でございます。本当は生放送でやろうかとも思ったんですけど、あんまり人集まんないかもなって思ったんで動画にしました。まあ結局だよね。なんか誰か来るの待ってるよとか言ったら、ちょっと待って、 BGM が音量がですね。はい、まあそんな話置いといて、そうなんですよね。まあ悩ましいですけどね、時間帯によっては人集まるかもわかんないんですけど、なんとも言えないので、とりあえず動画で出していきます。まあもともとこの声優対戦イベントは私の周囲というか、声にしていただいている方が中心なイベントなので、まあ、もちろんね、三国戦線プレイしている全ての方に向けているつもりではあるんですけど、なかなかね、そんなに認知でもないみたいだからね、まだね。しょうがない。本当は去年からぶっ続けでやってっていたら、もっともう少し違ったのかなって思うんですけど、完全にもう運命のいたずらというか、まあそういうものだったんだなっていう感じですよ。本当でもね、このイベントを企画するために体調を崩すというね、呪いのようなものがあるんですけど、私はそれに屈しないと、誓っているのですよ。はい、なので、頑張って毎月やっていこうかなというわけですよね。でそれに伴ってですね、私のそう登園のこの掲示板っていうのをね、私のなんかリクエスト用に作ったんですけど、これだ。ソルウィンが毎月ストーリーする声優対戦イベントのリクエスト用掲示板とかふざけてはいないんだけど、で、これが、私がこの掲示板の仕様を把握していなかったために、ようわからんことになってるんですよね。てっきり、結構イベントページとかだと、そのコメントのね、掲示板みたいなのでやり取り、普通の本当に一般的な掲示板的な感じでやり取りできるのかと思ったんですけど、これどうやらそういう仕様じゃないらしく、なんかツイッター、過去のつぶやきを見るとかあると思うんですけど、ツイッターでなんかこう、ハッシュタグをこう利用したつぶやき的なもので、なんか、やり取りをしていくようなタイプのものらしいのですよね。私はこの三国志戦登園のページに掲示板がこういうなんか作成できて、まあ、スレッドを立てるみたいな感じ、でやっていくものだと勘違いをしていて、まだ手こ入れをしていないんで、今日はその手こ入れもしていこうと思うんですよね。でハッシュタグは決めました。私とりあえずこのサルーインっていうこのニョロニョロがなんか使えないらしいので、私の名前は使わない方向にしました。で、先日、だいぶ前かな、まあ1ヶ月経ってないか、ぐらいなんですけど、ほぼ毎月戦友対戦という言葉が生まれたので、これにしようかなと思って。これなら被ることはないと思う。ないと思うんですよね。対戦どうしよっか。こっちにするか悩むよねっていう。結構悩んでますね。対戦にするか どっちも対戦だ。対戦は対戦だな。全く同じだな、多分。イントネーションっていうかアクセント全く一緒じゃないこれ。まあそんな話はいいんですが、まあ一応これで、まあ私がね、本当いつ体調崩すか分かんなくて、ほぼ毎月、本当は毎月1回、もしくは本当に、稼働してからね、私が体調不良になるまでの2018年の夏頃ぐらいまでは、なんなら月2回以上開催しちゃおっかなみたいな生きがい、生きがいってなんだ違う、なんだ言葉が出てこない。まあそういうね、もう気概で意はいらない、そういう気概だったわけですよ。そんぐらいのね、気合を入れたもうね、ものの予定だったんですが、ダメだったんで、で結局私も本当ね、いつ体調ですかわからないような人間なので、まあ毎月開催できるというか、したいっていう気持ちがあるんだけど、開催できるかわからないので、ほぼ毎月声優対戦という名前にさせていただこうかなと思っています。というわけで、ここのタイトルも変えてですかね。掲示板という言葉はいらねえなっていうのを思った。掲示板じゃなかった。掲示板であり掲示板ではなかった。
ハインがほぼ毎月主催する声優対戦イベントのリクエスト、なんかもうこれどうしよっかな。まあいいでしょう。交流と リクエスト、なんかリクエストの込みの交流よね。やっぱ掲示板ってつけるか、じゃないとなんか違和感あるよね。違和感あるね。わからないっすよ。主催するって言い方もなんか違うな。開催にしとこうかな。戦友対戦、対戦。戦友対戦、戦友対戦。どっちもいいんだよな。これはこれで普通に戦友対戦だよね。これはあるけど。ある意味こっちの方がでかい、なんかすごいでかいし、なんかこう戦友対戦っていう一つのカテゴライズされてる感が強い。この辺もさりげなくいじっていく。リクエストで拡散をお願いしたく存じます。拡散ね。いやあんまりそんなのやめか。とここに書いとこ。対戦どうしようか。対戦でもこれみんな分かりやすい方がいいよね。対戦の方がいいか。対戦対、こっちにしますか。こっちの方が多分打ちやすいでしょう。戦友対戦でもな、なんかあれだよね、戦友対戦、この一般、なんか普通の一般的だというわけでもないけど、まあでもこうなんか戦友対戦よりもなんか対戦の方がなんかいいなって、ちょっと若干なんかオリジナリティではないですけど、なんかちょっとあるよね。三国志大戦っていうものの中の戦友大戦っていうものを確立したいなーとか欲が出るよね。でも逆にそのおかげでハッシュタグがこれだから、みんな違う方の大戦使ってて、このハッシュタグに反映されないっていうオチが見えるよね。だけどこれでいっか。まあ、これは一回あれだな。この辺としたっていい。これもいらんかな。ここに最後に付け足しとこう。戦友対戦と戦友対戦。戦友の字がその。よりか。教えていただければっていうか、なんかだな。コメントって言えないんだよな。もう掲示板に書き込むというようなものではないんですよね、本当にね。なんかツイッターのアンケ機能でも使えますか。まあ、そんなに総数がなさそうだけどね。私があんまツイッター使い込んでないからな。適当に適当って言ったら怒られそうだけどね。戦友対戦イベントじゃなくても戦友対戦でいいね、むしろね。もうイベント、戦友対戦、対戦するイベントっていう手じゃなくて、戦友対戦っていうものがもう全てイベントという言葉も含んでいる。
でかい競技、競技じゃない、逆逆狭くない広い講義の意味合いでなっているということですね。はい、またタイトルとかもね短い方が分かりやすいんですよ、こういうのね。うん、とりあえずこれで一つ OK でですね、私金貨が銀かどうか完全にフローしましたね散歩がね、お疲れ様でしたっていうのもあるんですけど、その動画はまたグベットで上げるんで、その辺は今回は触れない方向でいきましょう。うん、でですね、そう、本題ですか、本題ですね。まあ一応4月の生態戦イベント企画会議というわけで、まあすでに会議はとっくに始まってはいるんですが、本題に触れていないのでいきましょう。まず変更点があります。うん、変更点、先日3月ぐらいまでは、火曜日は、水曜じゃない、水曜日、ああもう全然もう文字が出ないけど水曜日になっちゃったね。うん、水曜日だったんですが、私のまた休日がねコロッコロ変わりますね、ここ最近。まあ部署変わったりとかしてね、ヘルニアのおかげでいろんなことが起きましたね。うん、部署が変わったりとか、周りの対応が若干変わったりとか、まあいい、結構いい意味でもあるんだけどね。うん、まあ、お給料が上がったりとか、まあその分やっぱりでもなんか病院でお金かかったりとか、いろいろ出費が激しかったりとか、まあその辺の話はどうでもいいんだけど、うん、なのですが、私のお休みがですねこうなるので、これ多分ね前にほぼ戻りますね、ほぼ戻ると思う。うん、でも多分ね結構際どいんですよね。水曜日はね結構リア友に、ね、友人たちと絡むことが多分これからすごい増えると思うんで、なんだけど逆に水曜日のその友人たちと交流する時間がだいたい夕方ぐらいまでだったりするから、逆にその後でできるんですよ。うん、だから逆に言うとそれを水曜日にやっちゃうと、私がカードショップに遊びに行く日がなくなっちゃうんだよね。あんまりやっぱり休みの日じゃないとあんまり行きたくないですよね、外に出たくないです私うん、まあ、むしろ疲れてて基本的に仕事行って次の日てかその夜また仕事とかね、夜勤やって朝帰ってきて、でそこからちょっとや動画撮ったりとかいろいろやって寝て起きたらもう大体仕事行く時間みたいなのが基本なんで、まあ、やっぱりゲーセンとかカードショップとかも行けないんですよね。なんで結局休みの日にこういう専用体制イベントもやらざるを得ないというのが現状なんですよ。うんなんですけど、水曜日は友人たちと絡むことが多々多くなると思うので、ああ、それはそれでいいんだ。それは、だから違う、これその言い方だと、なんか水曜日はできないよみたいな言い方になるんだけど、逆なんでね。逆にカードショップに行くのを木曜日にしちゃうから、で、カードショップ行くと大体、もう結構いい時間になっちゃうから、てか多分ずっと、早い時間だったらワンチャンあるんだけど、結構夜ちょうどね専用対戦やりたいような時間帯にカードショップに行くことに結構なるんで、そうするとね木曜日あんまやれないんですよね。そうなると多分水曜日開催が多くなっていくのかなという感じですございますね。なのでまあちょっとね、今までだとちょっとなんかそう変わるな、変わんないみたいなこと言ったけど変わりますね。うん、最初はねまあ木曜日だったんですけどね。しかもこう今ようっていう字がめちゃめちゃ消しされた方が起こしてきましたね。まあそんな話はよくて、なんで一応ちょっとこんな感じになるかもわかんない。だから木曜日が濃厚、あれ木曜じゃない違う、水曜日の水曜日になっちゃった。もう全然文字言ってないだろ今、若干のオンネームなんだけどね。うん、まあ水曜日のまあ20時かなあたりが濃厚です。そんな感じです。まあこの辺に関しては結局参加の意思表明をしてくださった方に合わせたいっていうのはありますよね。私ぶっちゃけ本当この専用対戦イベントは、あもうこれ変えようね、専用対戦これに続いて決めた、あ決めたっていうか、まあ、一応みんなの意見ももちろん聞きますけども、やっぱリクエストをいただいた方、ぶっちゃけ本当私と対マンでも構わないと思ってるんで、はい、まあ、実際先日3月の分に関しては本当すごい急にもう全然発表というかね、当園のページとか更新するのめちゃくちゃ遅れちゃったから、急遽やる感じになったんですけど、
でもそれはもうあれですね、前々から戦友対戦やりましょうって言った方たちとの交流の場になりましたね。まあそれはそれでって思ってたんで、まあまあまあ、でプラスアルファでいろんなね、新しい方というか今まで出会ってない方たちもやりたいなっていうのもあったんですけどもね、うん、リクエストは、随時受け付け、受け付けます。そして優先します。はい、これですね。でもう一個重要なことがあったんですけど、月末開催をしていたんですが、これがですね、月末じゃなくなります。ちょっと月末は月末は忙しい単純に思いのほか忙しい。多分私だけではない。やっぱり忙しいんですよ、月末というものは。なので慌ただしいと。でもあとこの間、まあ、サンナマがどのぐらいの月末だけじゃないと思うんだけど、ああいうなんかまあイベントごととか三国志大戦自体のイベントみたいなものにかぶせてしまう可能性ね、さすがにそうなると参加者がやっぱ減るんだよね。やっぱさすがに何もない日よりそういうものがあったらそっち優先になると思うから、そうなるのはちょっと寂しいので、なるべくそういうものに被らないようにしたい。あとやっぱり月末忙しいってのもあるし、私自身が月末結構忙しいんで、そうなるとなんか専用対戦イベントにあんまり集中しづらいなっていうのをすごく感じて、てかもっと前から多分うすうす感づいてた気がするのに、改善しなかった私が悪いかもしれない。まあ結局月末開催したものを1ヶ月周期ぐらいでやっていかないと、間がですね、例えばね、中日にやるとしても2週間ぐらいしか間がないんですよ、次の。でその間に動画とか全部上げられないじゃないですか。私基本やっぱりなんかね、1個のものを終わらせたっていう感じで次行きたいんですよ。なんですけど、それが結構現実的にきつかったりとかしたんで、悩んでるところなんですけどね。でも結局ですけど、4月はもうあれなんですよ。だから4月は中日にやりたいんです。中日、中日じゃないよ、中日だよ。中日に、中日開催にしていきたいというわけですね。で具体的に言うと、ちょっと先日カレンダー見たんですけど、まあ、今、ね、ウェブのカレンダー出してもいいんですけど、18日かな、確か言うならば、ああ違う、水曜日だから17日か。それに10日と11は早い。10日と11はさすがに早いかな。で24、25はその後も月末じゃないですか。だからないんです。そうするともうこうなると17日は18日ですね、開催です。もう確定ですね。こうなりました。これね、4月ですね、4月はね、はい、こんな感じになります。なのでこのどちらかで都合がいい方、まあでも多分一応私的には17日の方がありがたい、なので18日が濃厚とさせていただきます。はい、時間帯は大相談開始時間、まあ皆さんが参加しやすい時間でも、まあね、割と朝からお仕事行ってる人だったら夕方5時、6時に終わったりすると思うんでね、開始時間は多そうだ。なんでまあ19時か、まあ20時あたりが無難なのかなという気はしますけれど、どっちがいいかですかっていう感じですかね。基本はその辺ですね。てか私のマイホも24時間コーナーじゃなくなってしまっているので、11時ちょいにはネット対戦というか、もう回線が切れちゃうんでね。なのでどっちみちなんですよね。まあ確かに、だからまあやるとしたら19時、20時、21時スタートぐらいまでが限界ですかね。はい、そんな感じでございますね。あとはね、これあとね、この間バージョンアップが来たんですよね。まあそちらサンナマとか全国大戦の決勝まだ最後まで見れてないんですけど、その辺も触れてみようかなと思ったんですけど、もう結構いい時間になっちゃったな。だからこそまったり生放送でやろうかなとか思ったんですけど、まあ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 、
あとね、これはみんなにはあまり関係ない話なんですけど、いやまあ割と若干関係あるかもしれないですけどね、まあただこれずっとかどうかわかんないんですけど、マイホが、リーズナブルになりましたね。うん、嬉しいですね。この辺ね、これでただこれを計算する動画っていうか、なんか作ろうと思ったんでね、400円投入で7クレジット、これはねすげえ嬉しい。ただ私先日のね、専用対戦の時に全然気づかなくて、最初は全然気づかなくて、2回目から気づいたんですけど、仕様が把握できてなくて、結構かなり無駄にしましたね。しかも最終的に1クレ残したまま帰りました。まあこの辺はねお勉強します。いいやり方はあるはず。あのワンチャンだったらあんまりやったことないですけど、ブーストプレイとかも視野に入れてもいいかなと思ったんですよね。なのでこのおかげで三国志戦私はやりやすくなったかなと思います。いろいろとねお金を節約しながらとかって考えてて、そういうのもまあ経済的な事情も若干ありながらね、やっぱゲーセンに行く足がねちょっとあんまりこうね、なんていうんだこういう場合なんていうんだ、足が近い遠いだったじゃないな、まあでもそんな感じ、そういうことが言いたいだったんですけど、それもまたちょっと変わってくるかなという感じですね。だから最近マイホーもねたまにゲーセン行くんですけど、結構ね最近人いっぱいいるんですよ。だから埋まってる可能性があったりとかする。逆にちょっとそれはそれなんですよね。でもその代わりこのまあ投入システムになってから確か予約システムがね使えないのかな。だからまあまああんまレンコイン上等だと困るけど、まあそれはそれでゲーセンにお金が落ちるから悩ましいけど、まあみたいなね。まあ昔みたいにカード掘るみたいな、あんな、なくなったからね、まあいるのかな、でも、いるのかな、メルカリ的な話が今あるけど、まあそんな話は、その辺の話はいいです。今回は失礼します。でですね、まあこれで私もちょっと参加しやすくなりましたし、最近全然やってなくてサボってる全国大戦をそろそろやっていかなきゃなとは思ってるんですよね。最低限いけるとこまではまず上げなきゃなとは思ってるんですよね。いつまでお前4週やってんだよみたいなね。そろそろ4週から上げなさいよって言われそうだもんね。だからある意味確かに私も多分4週の腕ではないとさすがに思うんで、あんまりなんか詐欺感が出てるのも良くないのかもしれないですよね。なんかサブ型お前はみたいに言われるのもなんか、まあ、そんなに勝率良くないんだけどね。こいつサブカじゃねとかって言われるのもなんか心外ですからね。そんな私サブカなんて三国志戦1からやってるけど作ったことは一度もないですからね。てかそもそも私はサブカを作る意味が全く理解できないから、なんでサブカ作るんだろうって思ってるぐらいの人なんで、まあそんな話は良くて、とりあえずこんなもんすか。なんか忘れてんなーって気がするんですけど、一応今回は一応ね4月の専用対戦、ああ違うわ、大事なことあった。すっげー大事なことあった。内容なんですよ。これだよ。むしろこれのリクエストがしたかったんですよ。何か希望はありますかっていう。一応今のところ候補があるのが、キバタンね。ずっと放置されてるキバタン。変な字で出ちゃったけど。キバタンね。これどうすかね。キバタンやりたい人いますか。でも私的にやりたいのって実を言うと、あれなんですよ。超して変換できる。超惜しい。無理かな。さすがに出る。さすがにねえかな。ワンチャンある、ワンチャンある。この辺ある。ああ、超の字が違う、超の字が違う。ああ、無理ですね。はい。超しこうかな。超子対戦がしたい。超子対戦。これはやりたい。私ね、超子さんめちゃくちゃ好きなんですよ。超子さん。超運の娘さんかな。かけるって、そんな感じの言い方かな。まあかける、まあいや、それはいいんですけど、はい、かけたいんですよね。長子さんで突撃時間をね短縮して最短突撃をみんなで目指そうっていう長子対戦、これ超やりて、実を言うと。計略は長子しか叩いちゃいけません。でお互い槍は絶対入れちゃいけないっていうね。槍は一切、槍に関わるもの、迎撃というものが発生するものは一切入れてはいけない。長子さんが伸び伸びと戦えるっていう、あのそれだけの本当に長子の計略をお互い叩き合って、どっちが多く突撃を入れるかで、兵法じゃない、宝具だっけ、宝具解放、すぐ忘れるんだ、兵法じゃなくて宝具だよね、宝具かな、ファイバー、は神速の大号令のみですっていう縛りですけど、よかったらどうですか。
私はこれがすごくやりたい。今一番やりたい。うん。今一番ホットです。ホット。激アツです。で、あと、ちょっとこの間、ちょっとね、生放送したときにいただいたのが、3食以上縛り。これは結構参加要件が難しいかなって、まあ、ついてるなら間違いない。調子対戦とかもね、参加しづらいとは思うんだけどね、調子持ってないんですけどって人は、すってねとか、誰かからも、解任してもらって拾ってねみたいな感じになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、でも私は、やっぱり三国志対戦の面白さっていうのは、騎馬の突撃にあると、私は結構思ってるんですよね。やっぱ騎馬の連突を決められるとき、決めているときが、かなり、やはり、楽しいというか、面白いと、気持ちいいと、言いたいんですよ。いや、それをぜひ味わっていただきたい。やっぱ騎馬はちょっと苦手なんよねとかっていう人はいるかもしれませんが、この機会にぜひね、学んでいただきたいというか、気持ちよくなっていただきたい。ただ正直、普通の騎馬じゃないから、長子さんの最短突撃が逆にできるようになった、なっても、他の騎馬の最短突撃とは違うんで、まあそこは頑張ろうっていう感じ。逆に言うと、長子さん上手くなるんだったら、長子さんずっと使おうみたいなところあるからね。うん。はい。で、今のところ出てるのがこんなもんなんですよね。他にだから何か要望があればぜひぜひというか、まあ、実際ね、一つこういう一人の、ね、武将というか、うん、直接というかね、まあ、にスポットを当てるっていうのは結構好きでやりたいというかね、本当一人一人本当あんまり使われてないようなところとかをね、こうピックアップしていくっていうのも面白いかなと思うんですよね。やっぱ普通のやつやってもあんまり戦友対戦のなんか、まあもちろんあるんですけどね、普通に全国とは違う楽しみ方も普通にできるんですけど、なんかよりちょっとね、若干やっぱ縛りとかを入れることによって楽しめるものができるんじゃないかなと思ってるんですよね。なんでその辺はね、良ければ皆さんもぜひぜひね、なんかこんなやりてんだよなって思ってる人がいたらぜひそれを吐き出していただきたい。そのリビドをお願いします。私はそれを形にします、というかしますっていうかしたいです。そういうのがしたい、正直ね。みんなが悶々と貯めてるものをぜひ私がね、こういう場をね、うまく使ってやっていきたいなと思うわけですよ。というわけでね、これでね、お互いそれで持ちつ持たれつになったらいいんじゃないかなっていう感じがするので、よければね、ぜひぜひコメントしていってください。じゃあ一回この辺で終わりましょう。多分これで大丈夫でしょう。もう長い、30分になっちゃうこの動画。だから配信でやるとあれほどみたいな。正直変更点見てるとめちゃくちゃ見たいんだよね。まだ全く見てないですよ。ハッピーホワイトデイ。へー、いやめっちゃ見たい。これだけちょっと見る、ちょっとだけ見る、ちょっとだけ。戦闘バランス調整、流動商材に武将カードを追加、ポケット武将ラインナップ追加、ガスタマイズアイテム追加。あー超見て見て、気になるのがさ、あ、木の買える？木の欲しいな。うわー、この辺見て、めっちゃ見てーけど、これはまた別で撮ろうかな。別で撮りましょう。自分てか見てたらもうこの動画1時間超える。ポケット武将、私が欲しいとこいるかな。あ、出た、号泣号令ね。活躍しましたよね、号泣号令。正直私も結構好きです。ですよ。で、これね、これは触っとこなきゃいけないんですよね、このね。すごい、利根川と兵道と班長ですね、大月ですか。すごい、黒服、定愛の私、カイジ大好きですからね。これはね、やべえわ。これはちょっと、これもゲーセン、さすがにこれ全部取りに行かないとね。銃肉曹操満潮っていうね。班長と満潮似てるからじゃねえかよ。まあ。はい、じゃあそんな感じで、ちょっとね、いろいろとやっていきたいと思うんでね、ぜひぜひご協力していただけたらと思います。ただ、私、本当、体調だけはね、かなりうさんくさいんで、いろいろ全部が実現できるかちょっとわからないんですけど、それともやっていきたいと思うんでね、今後ともよろしくお願いしていただければ幸いです。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。